エベゼン地球さんのこれ無観客ライブ、これはですねちょっと僕やりたいなとご提案したいなと思ってるんですよ。僕がバンになった時に一番最初に実は裏で電話くれたの社長 で一番最初に動画出してくれたの社長で、一番最初にすぐにもう今すぐ動画出せって僕こう背中を押してくれてこのやってくれてって、まあ結構あれがやっぱり僕らチームすごい助かったんですよ。あの時でっかいその箱どっか借りて借りれるところで無観客ライブやるってどうですか。でそのお金全部僕出します。あ、マジで僕全部出します。それあ、じゃあ俺のおふくろがレペゼン地球さんみたいな不良とは付き合うなってよく言ってた。よろしくお願いします。はい、ということで、すいません、おふくろの遺言なんで、ね、こればっかりなんですけど、あのですね、動画のタイトルにもあるんですけど、これ今から僕の独断と偏見で決定僕の中でして、今からレペゼン地球さんに報告するんですけど、社長に報告しようと思うんですけど、タイトル通りですね、レペゼン地球さんのこれ無観客ライブ、これをですねちょっと僕やりたいなとご提案したいなと思ってるんですよ。これすごくないですか。すごい、それはすごいっす。もういくらかかるとかもうぶっちゃけもう俺は正直どうでもいいやんか。その中でレペゼン地球さんが今回ダメになりましたって、と思って最後の5月6月できるやろ思ってて、それもちょっと厳しいと、もう最初にやっぱキャンセルになったと思います。でなった中で、まあ、ツイート見て、ほんならもうグッズが余ってると、ほんならいくら買いましょうかって、1億か2億知らんけど別に買いましょうかみたいな話の中で、まあ向こうからもやっぱ連絡ないと正直ね。別になんか僕からも一回ジャブ打ったけどどうなんみたいな、じゃあ他のメンバーの人が LINE 来たんで大丈夫したんですけど、まあ社長どうなんと思いながらこう探ってるような感じで、なんか恥ずかしいというか、これもう動画にしてもういきなり電話しようが、ヒカルさんがそれやってたんだ、僕に俺もやっていいのかなと、という中で僕もまあ一応仲良くさせていただいてるん で、その中で、まあ社長にいきなりですけど今からもう報告しようかなと思うんですよ。で社長がもしそれでぜひって言うんやったら、ほんまにいつになるかわかんないですけど無観客ライブこれどっか箱借りれる一番大きいギリギリのとこでやります。アリーナとか借りれないかもっていう話はしてましたけど、これレペゼンさんが破綻するもうヤバいねんって、ほんまにもうヤバい、めちゃくちゃヤバいねんって。すごい量でしたね。ただでさえお金ないっていうか、その持ってる方たちじゃないでしょ、収益も つけてない方、レペゼンさんの知らない大人の視聴者もいると思うんで言うと、動画の広告収益つけてないんですよ。それファンの方が気持ちよく見れるように本当に見てほしいだけだから、お金なんかいらないからっていうのやってて、僕ら YouTuber じゃなくてアーティスト DJ なんだ、 DJ 商材なんだって言って音楽にやってるんですよ。でそこでマネタイズしてるような方たちなんですけど、今回それが誰が悪いわけでもなくなしになったと。でこれヒカルさんたちの取り組みで、レペゼンさんの破綻をこれ防ごう、じゃあグッズを買おう、グッズをエンターテインメントで巻き込んでこうやっていこうって中で、でそれはまあそれ片付いたと、片付くんやろと、でもやってるから取り組みじゃなくて、ファンの人に何か無料で何か還元したいよな、こんだけファンも含めて協力してくれんねんから、協力してくるっていうのは正直お金を出すってことなんで、ぶっちゃけね。これその分何か無料お返ししたいの、これ何ができんの、ライブそれいつやんの、いや無観客ライブってすぐできるんちゃうと思ってこれ提案したい。なるほど。もういくらかかってもいいじゃないですか、ぶっちゃけ金みたいなもんは。なんでやっちゃおうよと、これ提案しちゃおうよと。すごい話ですね。これは面白くないですか、これは面白くないですか。やっぱライブ見たいでしょ。はい、ラファエル動きます。うん、今からそいつをこれからそいつを殴りに行こうか。ライブ見たいでしょやっぱり。それはいらないですよ。あんな、シロスが歌ってるの。チャギアス。チャギアスか、今のは。はい、今のはチャギアスか。はい、レペゼンの曲ってこんなんなかった？全然ないっすね。なかった？なかった。最後にこれだけ言わせてもらっていいですか？俺、レペゼンさんの曲ってね、今まで60曲ぐらいあると思うんですよ。その中でね、2曲だけほんまにいい曲あるんです、僕の中で。まあ、何ですか、それ。いや、それはもう、あえて言いません。なんか、それは、いろいろ評価がみんな違うと思うんで、僕の中で心打たれた、これね、もうこんなんよ、ほんま恥ずかしいんですけど、やっぱ音楽で人を救うのって大げさですよ。まあ、なんか落ち込んで自殺しようと思ったら、でも助けられたって、こう言葉って大きいんですよ。言葉それ音楽に乗せてこう聞いた時にすごいテンション上がったこともあった。で僕は今回やるものはそもそも1年前に僕チャンネルバンされてるんですよね。チャンネルバンされた時に一番最初に電話くれて、一番最初に今すぐ僕動画出します、ラファさんも一番最初に今からすぐ動画でバンと出して、バンになったすぐに新しい動画出してこう対応した方がいいですよってコンサルじゃないけどアドバイスくれて、もうほんまにそれで一番最初に温度取ってくれて、それを見て YouTube の方も雑誌されたからいろんな方が協力して、あのレペゼンがやってヒカルさんもみんな協力してって中で温度一番最初に取ってくれて、実はレペゼンさんなんですよ。明確に僕はその時に、今まで僕は恩返しも何も何もしてないんですよ、レペゼンさんには。何の関わりもないですからね、あんなヤンキーと。いや、死んだ大袋には関わるなって言われてましたから、ああいうのと。何もないのに、レペゼンさんはそれをやってくれたんですよ、当時の僕に。あの時でもすでにレペゼンさんが上ですよ、正直。上下、売れてる上じゃないからね。まあ、向こうヤンキーですけど。そんな状態でやってくれて、何この人たちめっちゃ優しいやんって、ほんまにこれ、生命絶たれるような状態でしょ、正直。それをやってくれたから、これはもう絶対どっかの恩返しさなあかん。で、その後も社長も何も俺に言ってこいねん。何も言ってこいねん。んで、俺からなんか恩返しできる時って正直こんな時しかないやん。言葉不適切かもしれんけど。これでちょっと僕なりに恩返ししたいっていうのが、これ僕の今回やろうとしたきっかけです。僕の中ではチームフォレ救われたんで、会社として。1年前にそういうことがあって、レペゼンさんに救われたっていう経緯があったんですよ。1年半前ですね、もう。それを恩返しできればっていうので今やろうとしてます。ということで、レペゼンさんに、まあ、死んだお金を絶対ああいう人とは仲良くするなって言われたあのレペゼンさんに、今から電話します。
じゃあちょっと社長に電話していきます。いやー社長なんて言うんかな、社長断ったりするかもしれんけど額がでかいから、まあでもこれはやってほしいですよね。僕もまあ個人的に見たいし。いいっすか社長。なんちゅう歌やこれ。なんちゅう歌や。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。社長すいません、テレビ電話っていきますか。今 YouTube 撮影してて。ちょっと今回の件ですいません、ヒカルさんみたいに被っちゃうんですけど、同じような感じでちょっと動画撮りたくて。あー、なるほどですね。あー、全然大丈夫ですよ。いいですか。もちろん、そんな逆にいいんですか。いやいや、全然。あー、お疲れ様です。お疲れ様です。社長、お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、ちょっと僕、社長のその対応遅れちゃって、もう2、3日経つと思うんですけど、発表されてからインスタで。そうなんですけど、なんか僕もなんか連絡しにくいし、社長からもなかなかないから。いやでも僕からあのツイート見ましたよって連絡したらやばいじゃないですか。いや一応僕からはジャブ打ったんですけど、なんかどうしようかなと。で、まあヒカルさんの動画昨日見たんですけど、内容を聞いたら結構ヤバそうだったから。いや、そうっすよね、はい、で、それでなんか、まあヒカルさんなりに結構いろいろやろうってことで、取り組みでグッズの件とかいろいろ。そうなんです、昨日の動画なんで、まだそのなんか、はっきりとした数字はわかんないですけど、やっぱヒカルくんがあの動画上げてからもまた、グッズかなり売れたみたいで、さすがヒカルくんパワーだなみたいな感じ、めっちゃ頭あんないなみたいな。あ、もう結構売れちゃったんですか。あ、いい感じで。いや、まあ、全然まだ売り切れっていうか、まあその多いものはまだ。まあ、そうっすよね、はい、結構その、量も聞いたらトラック11台分とか。そうなんです、しかも、ちょっと僕昨日それでちょっと改めて気づいたんですけど、はい、僕たちライブ用で作ってるから、はい、普段ライブグッズで作ってるこうペンライトとかって結構売れるんですけど、はい、現実世界じゃマジいらないじゃないですか。あー、なるほど。ライブに楽しむためのグッズなんで。はい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 。要はライブの時にペンは買うけど、日常世界ではペン買わないなっていう。確かに。とか、まあなんかちょっとそういうのもありきので、まあ。そうっすよね。まあ、グッズの件もいろいろよく協力したいなと思ってて、うん、で、それもいろいろ協力したいんですけど、ちょっと僕なりに考えたのが、今度はじゃあその視聴者様にこう買っていただくっていうのももちろんありで、レベゼン地球さんを助けたいっていうのももちろんそれやるべきなんですけど、今度そのいろいろ協力してくださってるグッズを買ってくる視聴者さんを今度楽しむっていう方向で、もっと具体的に視聴者さんを無料で還元する、巻き込めることできないかなって考えて、で、例えばなんですけど、社長も多分ちらっと昨日動画で言ってたと思うんですけど、でっかいその箱どっか借りて借りれるところ、はい、で無観客ライブやるってどうですか。でそのお金全部僕出します。マジで僕全部出します。それいや結構とんでもないです。いや、あ、まあ昨日動画見てたんで、だいたい何千万かかるかっていうのは見たんですけど。いやそうです。いやもう一応僕たちももともと無観客ライブ考えてたんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい。考えてたんですけど、はい、あまりにもお金がかかるから、本当に箱代だけで1日800万とかかって、はい、で3日間借りる、ステージ立てるんだったら本当前後1日借りないといけないんで、箱代だけで本当親って3000万ぐらいかかったりとか。いやもうそこからうわーみたいな、いやすごいお金かかるんで。まあまあそうですね、人件費とかまあいろいろですもんね、そこから。まあまあいろんなやり方は多分あるとは思うんですけど、まあなんかそれも今回って結構そのまあお金の問題は僕はまあどうでもいいかなと思ってて、こんな電話で言うとちょっとやらしくなっちゃうんですけど、僕がバンになった時に一番最初に実は裏で電話くれたの社長で、で一番最初に動画出してくれたの社長で、一番最初にすぐにもう今すぐ動画出せって僕こう背中押してくれて、このやってくれてって、まあ結構あれがやっぱり僕らチームすごい助かったんですよ、あの時。で、あれは本当に冗談抜きに助かって、まあ、そのお礼をどこでも言えてなかったんですよ、ね。オンラインでもオフラインでも。まあ、あれは本当にマジで助かったんで、あそこでそういう何もなく、ただ単にそれだけやってくれて、さらっと終わって、まあ、本当、真剣に話するのがこれ、今はこれがあれ以来みたいな感じなんで、まあ、ちょっと僕も何かしたいなと思ってて、まあ、お金はまあ、いくら何千万かかってもいいんで、レベゼンさんのファンってすごいレベゼンさんの応援すごいしてくれてて、まあ、多少なりとも僕にもなんか、レベゼンさんどうにかしてくれっていう DM が来る中で、このやっぱりファンが一番見たいのってこれ、レベゼンさんのライブ、これが一番ファンの方も喜ぶのかな。応援してグッズ買ってくださる、もうグッズもすごい嬉しいと思うんですけど、やっぱりその、オンラインとは言え、会えないですけど、レベゼンさんがやろうとしてたパフォーマンス、これライブを見れるっていうのはすごい喜ぶのかなと思って、まあこれは、そのお金の問題だけなんだったら出すんで、箱を押さえれるところを押さえて、ぜひこれやってもらいたいなと思うんですよね。マジっすか？これマジで、普通に、全然。それ言ってみたドッキリとかやらなくて。いやいや、もう本当に、全然。もうドッキリじゃなくて、もう僕は本当に、あんまり真面目なこと言うキャラじゃないんですけど、まあ社長には本当お世話になってるんで。いや、まあでも僕もなんか、ありがとうございますって言えないぐらいの金額
感じじゃないですか。まあでも黒いんですけど、あの時社長がこう一番最初にやってくれて、もうすごい数の YouTuber とか業界の方が協力してくれたんですけど、あの影響力のある社長がやってくれたからっていう空気もあるし、あそこでやってくれなくて僕がこの復帰が今の 50% ぐらいしかできてなかったら、やらしい話収益も今の 50% しか稼げてないんで、仮に今回のライブで何千万社長にかかっても、それってお金だけで言ってもそれでもまだ返しきれない恩、お金だけで言うんだったらと思うんですよね。まあ本当だから、そのぐらいの気持ちがあるんで、別に今回の件でなんか別にどうこうじゃなくて、まあそれでもまだまだ社長がやってくれたことも僕らチームとしては大きいかなと思ってるんで、僕もまあ見たいですし、やってるところを、まあなんかそこはちょっと真剣に やれるんだったら、もう僕たちももちろんやりたいし、メンバーもなんだかんだやっぱやりたかったみたいなのがすごい思ってるからですね。そのここでこの電話で決めていいものかどうかぐらいの、あ、全然色々しがらみはあると思うんですけど、本当にお金だけの問題を速攻で解決できるんで、僕逆にお金があれば多分できると思うんですよ。何かしらの方法で色々グッズの生産とか、色々みんなで協力、ファンも協力するし、僕らも協力し、ヒカルさんも協力するし、でそこまでこう頑張ってみんなで押し上げて、ファンに恩返しって形でライブやりましょう。 YouTube ライブでも何でもいいですし、と投げ銭も色々できるし、そこでもまたグッズ買ったり、なんかある意味チケット代っていう意味で自分の中の気持ちのお金っていうことでも、ファンもまたそこでも協力できるし、そういうのも全部レペゼンさんの今後の活動とかグッズのさらに余った分に回してもらえればいいかなと思うんですよね。いろいろお金の話だけじゃなくて、とりあえずそのライブ見たいんで、やっぱり、それだったらいいんすか、本当に。あ、全然いいですよ、それは僕やりますんで。いや、もし甘いだったらやりましょう。マジっすか。やりましょう社長、それはいいっすか。やりましょう、決定で。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、よかったです。それ本当に進めちゃっていいんで、もしグループのメンバーの方が、はい、まあちょっとメンタル的にもこうなっちゃってるんだったら、もうすぐに報告してあげてください。あ、確かに。いや、もうメンバーはまあ確かにいけるってなれば喜ぶと思うんで、社長の考えもいろいろあると思うんで、もしちょっと言いにくいことがあったら電話切ってからでもいいんで、今カメラ回っちゃってるんであれですけど、でも逆にマジでありがたいです。本当になんかもうそのなんか逆にいいのかなみたいな。いや、全然。いや、本当にもう、やってもらったから返す、同じだけ返すっていうのは違うんですけど、そのやってもらったことが大きいから、多少なりとも何か、やっぱこういう時って何か、どっちかが何かこうならないと、恩返しってなかなかやっぱ難しいし、お願い事するような仲じゃないんで、まあ本当に、ちょっと言葉、言い方が間違ってるかもしれないですけど、まあ、こういうタイミングがあったから、これを逆に返せるかなっていうか、まあなかなかこういう炎上とか、そういうなんか、ダメになっちゃうこととか、まあ今回なんか本当に誰も悪くないようなことだから、それで社長とかファンの方とか、まあ本当 YouTuber で、こんなに人集めれる人って、ほんと多分、後にも先にも、レペゼンさんが多分いないと思うんですよ、ぶっちゃけ。YouTuber ってか、まあ、レペゼンさんたちは DJ 集団ですけど、まあ、YouTube をやってる中で、こんだけ集める人いないっていうか、そんだけファン期待してる人もいるから、でも別に今回誰が悪いわけでもなく、こうなっちゃったのが、最終的にお金で解決するんだったら、もう全然なんかそれは、もう協力させてもらえたら、逆にありがたいですね。もう本当に甘えていいんだったら。あ、全然もうそれやりましょう。はい。すいません、ありがとうございます。いやいやいや、全然やりましょう。はい。じゃあ、社長、それで進めちゃっていいですか？もう本当に進めちゃっていいですか？逆に僕が進めちゃっていいのかって思うんです。あ、もう全然進めちゃっていいです、それで。わかりました。はい。じゃあ、それでもう決定で。あと、まあ、他に諸々、必要なものは僕またそれ別で協力するんで、一旦ちょっと今突発的に決めたんですけど、これでできればと思います。すいません、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。じゃあ、そんな感じで、ちょっとこれまあ、YouTube 動画編集してまたすぐアップするんで、明日にも。あ、わかりました、了解です。はい。まだ社長、頑張ってください、応援してるんで。すいません、ありがとうございます。はい。そんな感じで、お疲れ様です。うっす、すいません、お疲れ様です。大好きです。ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと今途中音声っていうか映像が乱れちゃってすいませんでした、ね、お見苦しいところ。まあそんな感じでちょっと真面目な動画になっちゃったんですけど、よかったっすね。ありがた迷惑になってなくて、後でまた社長にはちょっと裏でちゃんと本当にこれで大丈夫なのかとか、昨日のヒカルさんの動画じゃないですけど、まあ例えばヒカルさんの思うところの社長っていうのはこの対等だから、お金あげるどうのこうのじゃないって、そういう思いってクリエイターそれぞれあると思うんですよ。まあ僕は、まあ、特にそういうのはなくて、上も下も関係なくて、何が今必要なの、お金、じゃあお金で面白いことしようよっていうのは簡単で、まあエンタメ性もないけど、まあ分かりやすいっていうか僕らしいっていうか、とにかくそれで一旦前に進んで、そっからなんか考えましょうって、一旦そこをつまずいてるところがあるのが、もうそんな紙切れで解決できるのそれどうでもよくないっていうか、まあお金ってのがどうしてもすごい大事なものってみんな勘違いしちゃうから、やらしいというか、解決の仕方的には不適切な解決の仕方と思うかもしれないですけど、お金自体には本当に価値がないと思ってるんで、そんな価値のないもので解決できるんだったら僕からしたら病かなっていうことで、まあちょっと今回これで嫌がる人はいないと思うんで、すごい喜んでくださる方は多いと思います。で、まあライブ、まあ見たいですよね。見たいです。見たいですね。ね、見たいですよね。すごい見たいです。出れるの？いや。
それはしない。それはない。それは絶対ない。それはない。ヤギさん迷惑だと思うんですけど。迷惑ね。まあ、賛否両論あると思うんですよ。ライブね、無観客でやるって言っても、とは言っても最低限スタッフ何十人集まるだろうとか、いろいろあると思うんですけど、そういった中で最低限何かいろいろ広いところで、換気のいいところでマスクしながら、距離離しながらとか、スタッフもまあ密にならない、楽屋も全部バラバラするとか、まあ、いろいろあると思う、できると思うんで、できることは。今の見通しだと自粛とかも、もうちょっと緩和されるかなって流れの中で、まあ、先にどんどん決めちゃってるんですけど、まあ、本当に状況がやばければ、それすらキャンセルもできますし、別にお金払って、お金お金ってキーワードばっかりちょっと申し訳ないですけど、何回でも再チャレンジ、リトライできるんだったら、別にいくらでもできるんだよ、そんなものは。なんで、まあ、これ楽しい趣味ですよね。レベデンさんのこのファンを今度無料で楽しんでいただく、これもある意味エンターテインメントなのかなと思いますので、僕の考えるエンターテインメント一番わかりやすいのかなっていう感じで、まあまあレベデンさんとはね、僕まあちょっとああいうヤンキーみたいな人ちょっと苦手なんで、お袋にもめちゃくちゃいい人知ってる、お袋にもああいう人たちとやっぱ仲良くするなっていうのは、これはもうお袋の遺言でずっと来てますから、レペデンさんたちとは裏では飲みに行きますけど、まあまあ動画はま撮ってないんですけど、まあまあヒカルさんもよろしくやってますし、まあかぶっちゃうんでね、ネタもね。まあ、あと、僕、いや、ヤンキーっぽいっすね。レペデンさんとコラボの時って、僕の彼女のね、寝巻きを破られたりとか、それ、2回コラボして2回とも破られてて、僕、彼女にめっちゃ怒られてるっていう、ろくなことないんですよ、あの人たちコラボすると。で、今度は怖いな、怖いな、怖いな、嫌だ、嫌だなって思いながら、今が順次入りながら電話しましたけど、まあ社長、すごい本当ね、ビジネスマンで、あってワーキャーやってますけど、真面目な社長の40分ぐらいの動画見た方はもう社長のことも分かると思うんですけど、もう語らなくても、まあ本当はああいう方なんで、で他のメンバーの方もまあ何人かいろいろお仕事で関わってますけど、すごいみんな本当に熱いいい人っていうか、で、まあ、それが今回も誰が悪いわけでもなくこうなったっていうのを、ちょ大人がちょっとなんかポッポってこうなんか手差し伸べてちょっとでも解決できるようなことがあるんだ、それは別にね全然いいんじゃないかなっていう。まあレベデンさんの視聴者の僕の動画あんまり見てる方少ないと思うし、まあ、僕とレベデンさんの関係ってあんまりよく分かってないと思うんですけど、まあ、僕はオープニングに言ったんですけど、1年前にすごい助けられた思いがやっぱあると。これまあいろんな YouTuber 各それぞれいろんな YouTuber が始める前に動画出した出されたとか、いろんなところでそれで結局裏でいろん助けられたっていうのはやっぱ人間ですから、まあ、いろいろある中で、その中でもその僕の中でレベデンさんが大きいっていうのがあったんで、まあ、今回こういう形で恩返しできればということで、無観客ライブこれ決定したということで、おめでとうございます。ファンの皆さんこれ楽しみにしておいてください。本当にね、僕の、大道芸、これもね最後鳥で大道芸絶対いらないです。私はライブで見てますから。もちろん参加できませんから。ライブでね、見てますよ。まあ、応援したいですよね。スーパーチャットですか ?YouTube ではそういうのができるんで、一応上限があるんですよ。1日1アカウント5万円まで。携帯電話の遠隔だったら1万2000円まで。1万2800円かな、上限があるんですよ。あるんですよ。その中でね、なんか、松本さん昔やったんですよね。ライブやった時に、一人ごっつみたいなのやった時に、お金は気持ちでっていう。0円でも100万でもいいっていう。そういうのに近いようなことができるのかなっていう。基本無料で皆さんが参加できるようなシステムのはずなんで、まあそれできればということで、まあ盛り上がるんじゃないですか、はい、の感じで僕なりにちょっと考えたことで、ちょっと 2,3 日レッスン遅れましたけど、僕ちょっと予備感覚ないんですいませんでした。そんな感じで、ちょっと自粛中でね、ずっとね閉じこもってるんでね、面白いこと言えないんですよ、はい、本当に鍛えられてないんですよ、ね、今笑いのレベルで言うとね、ガリガリです。60歳のじじがね、今病気で杖ついててね、もうやばいからっつってジムに通い出したぐらいの今貧弱モードなんで、笑いで言うとね、はい、なんでこの辺ちょっと勘弁してもらえばと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。